こんにちは今回は上海中心部からもアクセスしやすい上海最大級の夜市をご紹介します満腹になるまでいくらかかったかも紹介しますよまずはこの夜市の名前ほとんどの人が見たことない感じだと思いますこれは「数人余市」と読みます数人は駅名にもなっていて地下鉄9号線の数人駅が夜市の最寄り駅です以前紹介した七宝老街よりもさらに西側にあります 今回も上海観光の中心人民広場から行く方法を例に説明します人民広場から地下鉄8号線でルージャーバンルー駅へ7分ほどかかりますそこから9号線に乗り換えて数人駅へ41分ほどかかります上海中心部からは50分ほどかかりますが駅からは出てすぐなので非常にアクセスしやすいですどのくらい近いか動画で見ていただきましょう 通信駅の3番出口を出ると、左側に派手なネオンが。そう、ここが与市の場所です。駅を出てすぐの横断歩道は信号がなく、客待ちのタクシーなどがいつ発車するか分かりにくいので、渡るときには気をつけてください。これは明るい時間に与市側から撮った写真です。ここが3番出口。この場所から振り返ると、このような場所が見えます。右上に与市入口への案内があります。 直進して 100m 先を左へこんな感じで進んでいくと夜市に到着ですこの日は雨で平日の明るい時間ということもあり賑わっている様子が伝わりづらいのでここからは日曜日の夜に行った時の様子で説明していきます通人夜市は上海最大級の夜市ですが広さはそれほどでもないので簡単に往復することができます通路の両端にたくさんのお店が並んでいて様々な地方の名物などを食べ歩きすることができます ところどころゴミを捨てる場所もあるので食べ終わったらゴミ箱へ捨てて次のお店へと食べ歩きも簡単ですこの動画の最後に実際に歩いた様子を流すのでどんなものが売っているのか気になる方はご覧くださいここからは私が食べたものとえだを紹介しますまずはこちら見たことある感じもあると思いますがこれはクリスピーソーセージ周りを油でカリッと仕上げたソーセージです5種類の中から味を選ぶことができ左からサラダ味 トマト味、甘辛、辛い、甘い。私は辛いもの好きなので辛いものを注文しました。1本3元、約60円です。この食べ物はいろいろな観光地でよく見かけますが、10元くらいします。実は今回の中国旅行の序盤、路上にポツンとあった露天でこれを買ったのですが、ぼったくられました。イカ焼きのようなものも2本ありますが、これで50元、約1000円です。 はじめは60元と言ってきたのでこれでも値切ったんですがはじめに値段を確認しなかった私が悪いと旅行者として気持ちを引き締めるきっかけになりました皆さんも露店などで買い物をする際は必ず先に値段を確認しておきましょう続いては飲み物このお店には5種類の飲み物があり日本語ではこんな感じですこの中の3名タン7元に目が止まりました 実はこの旅行中に立ち寄ったフードコートのような場所で飲んだ三ンメタンがめちゃくちゃ美味しかったのです。そのお店では食べ物を注文すると無料で三ンメタンが飲めるシステムでした。麺はもちろん美味しかったのですが三ンメタンの美味しさが衝撃的でおかわりさせてもらいました。文字通り梅のジュースなんですが酸っぱいというより優しい甘さでした。それ以降コンビニなどで見つけたら買うようになりましたがどれも微妙に味が違っていて。 この夜市で飲んだ酸明炭も美味しかったのですが、やはり思い出の味にはかないませんでした。次はこちら。最初の2文字は親指という意味です。親指焼き小籠包。これは完全に名前で選びました。実物はこちら。本当に親指の先ぐらいの大きさの焼き小籠包です。価格は15元、約300円。さて、いくつ入っていたと思いますか数えながら食べていくと、なんと25個ありました。 とても香ばしく少し辛めのタレがかかっていてパクパク食べられましたが一人で食べると結構お腹いっぱいになりましたお腹がいっぱいになったところでデザートこのゾンガオというのは夏目餅もちのこととはいえあまり馴染みのない食べ物だと思いますが私がここに決めた理由はこれドラマの一場面が表示されています 中国語のタイトルはこうですが日本語では「月に咲く花のごとく」というタイトルで放送された大ヒットドラマに出てくる食べ物だからです物語の序盤によく登場していたこの食べ物ここで食べられるとはと感激して早速買いました親指焼き小籠包のおかげでお腹がいっぱいだったので小サイズ10元約200円です大中小の3種類あり小でも手のひらくらいのサイズはありました 個人的な感想ですがレーズンのような味の甘いおこわといった感じでデザートにぴったりでした帰りにす人駅のホームからよ市を見た写真ですよ市に着いた時には全部食べ尽くしてやるくらいの意気込みで望みましたが振り返ってみると4つでお腹がいっぱいにちなみに今回食べたものの価格の合計は35げ約700円でした700円でお腹いっぱいになれたので大満足です最後によ市を歩きながら撮った動画をご覧ください 雰囲気を味わっていたただくために喋りません。一度ここで締めますが引き続き動画をお楽しみください。それでは皆さんの旅のおともにデイラボチャンネルでした。